こんにちは、大沢みんながです。今さら聞けない分かりやすい解剖学、今日もということで、はい、今回も、2章のところですね、現代の人体の理解とその歴史というところの、臓器の、ね、形というものっていう、ね、そういう人体内部の、ね、デザインを決めていく、要素が3つというところで、前回お話しして、今回2つ目のところの、ですね、まあ、前回は機能というところからというところと、今回は、その人体の発生からというところですね、形が決まって発生の段階でというところでちょっとお話をしてみたいと、レポートしてみたいと思います。はい、前回もじゃあ心臓で、今回のその特別展の中で、心臓のことについて話がそこであったんですけども、その心臓の、卵円化という、ねところに触れていました、ね、卵円化というのはどういう卵の円ですね、円での、化なんで、化へこみというような形ですね、化っていうことですね。でそこで、これどこ何のだから卵の形のような丸いへこみがあるっていうことですね、簡単に言うとですね。はい、で、これは、何かというと、前回話した、心房と心室っていうのに分かれてて、心房は、血管の延長みたいなこういう組織に似てるよっていうようなイメージを私は持ってるという話をした時に、4つがある中のここの心房と、ね、心室が出てきて左心房のところの4つの部屋のここの壁にこういう形状が卵のようなへこみがあると、ね、壁自体がへこんでると。でこれ実際に、解剖でねこうやって行ってこれ観察をするわけですよ。でこうやって見るとですね、本当にこういうこういう穴は開いてないんですよ。で薄いんですけど、こうへこみが壁にあるんです。でこれは何かなというと、ここでも言ってたと思う、言ってたんですけども、まあ、これは、胎児の時は、実はここに穴が開いてたという、心臓の中の部屋に心臓に穴が開いてたという名残だよなっていうと、まあ、よく言われますね。これはね言ってみました。で、これ自体は、まあ、どういうことかなと、なんで穴が開いてるのっていう と、胎児は呼吸してないんですね。生まれて初めて、おやーですね。あれで呼吸のスイッチが入って、入れ替わる。だから泣かないと、ね、死んじゃうから、そのままね、こう、お尻にやってして泣かすとかね、泣かさなきゃいけないんです、出てきて。で、というのはそれまでは肺で呼吸、酸素交換、だって空気がお腹の中ないですから、してないということです。なので、心臓は起こるという時でも、右心房、右心室から、毒といって肺に行くって言って、だから肺は鼻から行ってガスを入れてから、そこでガス交換をして左心房に入ってくる。ただ赤ちゃんは肺から空気ないから、ここに酸素がないわけですから、右心室から肺に送る必要がないわけですよ、こっちに。だからそこで送るんじゃなくて、この部屋の下から送んなくていいから、部屋の入ってくる方に直接スッて入れた方がいいですね。入れて送んないで帰ってきたらそのまま入ってて、また全身に回していくというような形にした方がいいです。というように、もともとこれは発生の段階で必要がないと思うんですね。なので形がそこに穴が開いていた。でこれが生まれてくるところにこう閉じて、でそれで呼吸で回って今の私たちの体になっているということ で、そういうふうに、形をこう決めるのも人体の発生からして、そういう流れがあるというところですね。でその中でも、人生でねこう長く作っていく中でも、私もあります、皆さんもあります、全員にそれに残っているという形がというところになっています。そういう、ね、心臓の話を、この、博物館の方では、あったんですけども、他に私が、ね、よく、まあ、観察してみるというと、肝臓なんかをこう見た時に、こうすると、肝臓
がこう2つに真ん中で約真ん中辺にね、で2つに分かれていて、でこう、まあ、感覚が上感膜膜みたいな、ね、でそこの下がこうピーってね、紐というかこう、ね、下面がこう通ってるわけです。でこれは何かなというと、これは肝臓で、これ肝炎索なんて下のところ、あたかも肝臓を下からこう吊ってるように見えるような感じになってるんですけども、こういうふうにね、重いのこう吊ってるような感じにイメージ見えるんですけども、でそこ自体は何かなというと、これ実は、赤ちゃんの時に、実はこれも赤ちゃんの時に静脈として使ってた、だから静脈として赤ちゃんの静脈、赤ちゃんの静脈、お母さんの中にいた時、栄養をもらうのはどこからですか？お母さんの中の胎盤からもらえるんですよね。胎盤からお母さんのエネルギーで栄養素が来て、そこから赤ちゃんのメスの方に入っていく、 これですね、この静脈。だから静脈という名前でも栄養がすごい豊富、めちゃくちゃいいわけさ、入ってくるもう栄養素です。これがなかったら赤ちゃんは成長しないですよね。もうダメになっちゃうんですね。っていう、そこの大切なものの静脈というものが最初使っていて、でそこから入ってきたんですね、赤ちゃんにね。赤ちゃん自身に入ってきたんですね。でそこの静脈どうしようかなっていう時に、それを肝臓ね、まあこれです、まあこれすごい、ね、すごい面白いんだけど、これだからエコですよ、エコ。再利用というかですね、そのままじゃなくて、その流れで肝臓のところに行ってたものを、こうやって膜と、まあ、くっついて、ふっというふうに今まとまって、その名残がまだあるっていう。もう、はい、これもか、その形自体をこう作っているのも、やはりこういう、人の発生の時の段階でっていうのがありますよね。で、あとは、後半の方でやっぱりあったんですけど、こうね、赤ちゃんのこう発生のこういうのって、たんですけども、お腹の中では最初形に人間になる前に、ね、なってくる時には人間に尻尾があるんですね。もうこんなね、ちっちゃい時からその胎児のところの映像とかがあるんですが、それにはもう本当にこう恐竜ではないんですけど、本当尻尾がこうあって、手足がまだこういう時こういう魚の、最初は魚類のような形から爬虫類のような形になっていて、哺乳類に変わっていくみたいな形になってくるんです。尻尾とかも結局今も皆さん尻尾ないですか？尻尾あります？尻尾はないんですけども、骨として仙骨の下に尾骨というところ4個5個のこういう骨がこう固まって1個の尾骨というところね。ね、あのでも背骨ですね。背骨は、こういうね、あとあまたこれこれ尾骨というところですね。はい、これがこういうふうに、ここはバラバラのいくつかの骨があって、仙骨はここが5個の骨がくっついて1個の仙骨で、このバラバラだったものがここがくっついて尾骨、これ尻尾だったのがくっついて1個の尾骨っていう、でこれも発生段階の形が決まる。でこれ自体も私もちょっと何の意味があるのかなっていうのもあるんですけど、これ自体は筋肉のね、低筋肉がくっついている場所であったりとか、うん、必要だからだっていうんでしょうね。あとは何か他にもあるんじゃないかなっていうのも私もいくつか思って考えたりします。はい、今では筋肉が実際にくっついている場所でもあるし、意味があるからこれが残ってるっていうところになってきています。そういうふうに、この形自体っていうのも、決める要素というのは、人の発生というところがある。で、ぜひね、そういうね、目を持ってみるとまた面白いと思います。なんでこの形してるんだろう、なんで今進化の段階でこう発生していてこんなものがあるんだろうっていうのになってくると、なかなかどんどんまた面白くなってきてくると思いますので、ぜひ、疑問を持ちながら体のことをやっていくと、どんどん楽しくなってくると思いますので、アップしていきましょう。ということで今日もよし